本の次世代機関ロケット H3 ロケットが JAXA 種子島宇宙センターから打ち上げられる予定だったんですけれども、打ち上げ中止となりましたので、それについて解説したいと思っております。今回打ち上げシーケンスの中でメインエンジンは点火したんですけれども、 SRB-3 というですね、両側に2つ付いている補助ロケットブースター、こちらの方が点火しなかった、点火を中止したということですね。よく失敗っていう風に報道されてますけれども、これは全然正確ではなく、打ち上げ中断が正しい表現だと思います。打ち上げ失敗というのはね、ちょっと悪意がこもってるかなっていう風に思いました。今回のですね、 H3 ロケット、どういった特徴があるのか、以前まで使われていた H2A ロケットと何が違うのかというところなんですけれども、基本的な機体の構成は同じなんですけれども、大きく変わった点がですね、1段目のメインエンジンですね、これが LE7A から LE9 という新しく開発されたロケットエンジンになりました。今回こちらの方も搭載されておりますが、2度の延期というのの主な原因はですね、このメインエンジンですね、 LE9 エンジンが目標の性能に達していなかった、あるいはターボポンプだったりとか、いくつかの部品に不具合が生じた、当初狙っていた推力および性能は出せないというふうに、まあ、諦めて、とりあえず初号機をなんとか飛ばせるだけの性能にとどめて、次世代バージョンをその後おいおい作っていこうというような形になっております。性能、まあ、改良したところでですね、 H3 ロケットはですね、様々なコンフィグレーションといって、メインエンジンを3つつけるとか2つつけるとか4つつけるとかですね、補助ロケットブースターを4つつけるとか0にするとか、そういったコンフィグレーションが自由に選べるというのも一つの特徴になってたんですが、おそらくですが、その補助ロケットブースターなしバージョンというのは、性能的に今のエンジンのですね、不具合を改良したとしてもですね、なかなか難しいんじゃないかというふうに言われております。その原因の一つとして、ロケットエンジンのエンジンサイクルというものをですね、変えたんですね。LE7A エンジンで使われているエンジンサイクルは、2段燃焼サイクルというものです。ロケットエンジンはですね、通常ターボポンプというですね、ガスタービンですね、このガスタービンのガスはですね、ちっちゃなロケットエンジンを、まあ、低温で燃焼させる、まあ、低温といっても700度とか、まあ、金属が溶けないぐらいの温度で、ロケットエンジンが噴射したガスを使って、そのガスでタービンを回して、推進剤のタンクから、インデューサーという、まあ、プロペラみたいなものでですね、インデューサーという機械でこう吸い取って、そしてインペラーというスクリューみたいなやつですけど、それで、圧力をかけて燃焼室に押し込むというようなことをやってるんですが、一番原始的なターボポンプだとガスジェネレーターサイクルといって、タービンを回すのに使ったガスは捨てるタイプ、うちのインターステラテクノロジーズが今開発している、ゼロ用のエンジンはそれですね。スペース X のファルコン9も同じガスジェネレーターサイクルで、この燃焼ガスを再利用してメインエンジンに噴射する方式、これが2段燃焼サイクルという方式で、これははるかに難易度が高いクローズドサイクルって言われるんですけど、ただこちらやっぱりその開発のコストもかかるんですが、さらにその製造コストも結構高いんですね。複雑な機械、そして、非常に精密な機械なので、組み立てのコストもかかる、部品製造のコストもかかるということで、まあ、これを安くするために、まあつまり H2A と H3 が何が一番大きな違いってのは、安くするかどうかっていう、安くすることを目的に、ロケット1回の打ち上げ費用をですね、安くすることを目的に H3 というのが開発されております。でその H3 なんですけれども、1段目で LE5 という、エンジンのですね、系統があるんですけれども、これの最新型が2段目には搭載されてます。で、この、LE5 の系統のエンジンサイクルを使ったのがですね、今回の LE9 になります。エキスパンダーブリードサイクルっていうんですけれども、この方式は小型エンジン、まあ、推力15トンぐらいですかね、それぐらいまでのエンジンには最適だったんですね。そして故障も非常に少ないと。これなぜならですね、ガスジェネレーター使わないんですね。つまり、ちっちゃなロケットエンジンを使わずにですね、どういう風にしてるかというと、推進剤をですね、燃焼室の周りになんかラジエーターみたいにですね、これ冷却も兼ねるんですけれども、再生冷却って言うんですけれども、この冷却も兼ねてるんですが、そこに推進剤 H3 の場合は液体水素ですかね、で液体水素を通しまして、この液体水素がまあ膨張するわけですけれども、要は液体から気化して、そして体積が増えるわけですけれども、
この圧力を利用してタービンを回す、そして推進剤を燃焼室に送り込むというのがエキスバンダブリートサイクルになります。エキスバンダブリートサイクルは燃焼室が十分に温まってしまえばですね、十分な圧力を得ることができるんですが、最初の頃はですね、立ち上がりがまずそこまで高温ではないので、まあとは言ってもですね、マイナス200度ぐらいのですね、ところからいきなり常温になるわけですから、かなり膨張はするんですけれども、それで、タービンを回してると。で、これなんで、そのちっちゃいエンジンだとうまくいくけど、大きいエンジンだとうまくいかないって言ったかっていうと、体積とその表面積ですね。つまり推進剤を温めるためのですね、燃焼室の表面の面積というのはですね、エンジンの推力が大きくなって、燃焼室が大きくなるとですね、それだけ大きな圧力で燃焼室に推進剤を送り込まなければいけないんですけれども、温めるためのですね、表面積が足りないんですね。水力が大きくなってくるとですね、水力に比較して表面積ってのはそこまで増えないんですね。なので、どうなるかっていうと、ここに二乗三乗の法則ってのがありましてですね、それが効いてくるんですが、タービンのブレードっていうところに、まあ、流体が当たって、それでこう回すんですが、十分な力がですね、得られないので、このブレードを大きくするとかですね、そういうことをやっていくわけですけれども、羽が大きくなるとですね、振動、しやすくなる。その共振する周波数があるとですね、例えばその、機体構造だったりとかエンジンだったりとかいろんな構造物にはその固有の振動数っていうのがあるんですけれども、そこと回転するタービンの電周波数合っちゃうとですね、破滅的な壊れ方をしたりとかするんですけれども、爆発しちゃったりとかするんですけど、そういうモードになりやすいということで、なかなか苦労してたわけですね。大型化にまあ向いてなかった。結果とするとエクスパンダブリードサイクルは大型化に向いてなかったってことなんですけども、まあそれを言ってもね、国の宇宙開発っていうのはこういうの大方針が決まって、後戻りするのってなかなか難しい。要は撤退するっていう決断ができないわけですね。なのでなんとか屋上屋を重ねてなんとかするみたいな、老舗の温泉旅館みたいな改良を加えていくんですけれども、そうするともう何が何だかよくわかんないスパゲッティコードみたいな感じになってしまいまして、何度も延期をしていると。エンジンのスロットリングって言って出力調整をしたりとかもできるようになってたりとか、定格の回転数ではなく回転数を下げて、そういった共振のモードとかですね、そういうものにならないようにいろんな工夫をしてですね、なんとか性能を下げてリーナインみたいなやつを作ったんですね。それだとやっぱり水力、特にその最初重いものを持ち上げるときにはですね、それだと水力が足りないんで、固体ロケットブースターは必須になってしまって、この固体ロケットブースターってのはめちゃくちゃお金がかかるんですね。火薬を使ってますので、この火薬を作れるメーカーがほとんどないので値段が高くなってしまう。もうほとんど固体ロケット専用の燃料工場みたいな感じになってるんで、どうしてもコストが高くなってしまってると。今回 SRB3 というですね、新しい複合材 CFRP でできたケースに火薬を入れてるんですけども、このケースがですね、これまでですねアメリカのですねライセンス生産だったものをですね独自に設計した新しいものにしたらしいんですね。それによってですね支持構造を簡素化したりとか、つまり メインのロケットと、くっついてるところをですねシンプルにできるようになったりとかですね、軽量化したりとか、様々な改良が加えられたんですけれども、結果として実績のあるものが使われてないということになります。様々な苦難を乗り越えてなんとか初号機の打ち上げまで来たんですけれども、何らかの障害が発生して SRB に点火しなかったと。SRB そのものが原因である可能性ももちろんあるんですけれども、エンジン、ロケットというのは非常に複雑な形、複雑な系統をしておりまして、メインエンジンに例えばなんか不具合が生じているとか、それによっても SRB に点火したらこれはもうロケット花火みたいなもんなんで止められないんですね。メインエンジンであれば、メインエンジンカットオフって言って燃料のバルブを閉じれば、エンジンは止まりますし、実際今回止まりましたよね。SRB に点火しなかったんで、メインエンジンが噴射して、噴煙がブワーって出たところで、今度は固体ロケットブースターに点火して、ロケットがまあ打ち上がるわけですけれども、そうならなかったんで、メインエンジンはカットオフできたんですね。ということです。まあ、ロケットっていうのは、いろんなところにセンサーがついていて、衛星軌道投入までできますっていうような厳しい条件がついてるんですけど、これが一つでも満たされないとですね、シーケンス止まってしまいます。固体ロケットブースターは、先ほども言った通り打ち上げ花火なので、点火したらもう後戻りできないので、安全側、大事をとって、まあ、
中止をしている。おそらくシステムが自動的にやってるんだと思いますけれども、そんな状況でした。なのでこれ原因によりますけれども、すぐにトラブルシューティングできるような原因であればですね、今回の打ち上げウィンドウは3月初旬ぐらいまでですかね、こちらで打ち上げることができますが、万が一というか、まあ、かなり可能性あると思いますけれども、致命的な欠陥が見つかった場合はですね、打ち上げ再延期と、また何ヶ月も遅れてしまうというような事態になり得ますと。今年度中に打ち上げられる予定のイプシロン S の1段目としても使われるということで、固体ロケットブースターそのものに不具合が生じていた場合はですね、そちらの方も問題になってくるのかなと。いろいろ不具合の可能性ありますけれども、ぜひですね、現場の方々今一生懸命頑張られていると思いますので、頑張ってくださいとしか言いようがないです。私たちも、ロケットを作るものとしてですね、非常に他人事ではないので本当に頑張ってください。